東部最北端だけど当たりに何もない駅、栃木県日光市の新藤原よりこんにちは。本日は東武鉄道の名車両、東武6050型に乗りましょうという動画です。なお本日は、撮影とか考えず、ちょっと新藤原行ってくる、って乗りできています。そのため、ビデオカメラを持っていません。ですが少しカメラが強そうなやつにスマホを変えたので、ちょっと動画には期待しています。でもやっぱり、どうせ撮影するならビデオカメラ持っていくべきでしたね。それはさておき、東武でまったり鈍行旅はおすすめです。浅草からじっくりことこと約150キロ、4時間ほど揺られれば、ローカルな栃木北部にまで行けるんです。運賃も1600円弱。安い。しかも新藤原までなら IC カード対応。まったり旅には本当におすすめです。本日はそんな新藤原付近をまったり走る車両に乗ります。早いとこ乗ります。早いとこ乗りたいんですが、本数は1時間につき1、2本と、あんまり多くないんです。次は36分後の14時56分のなので、気長に待ちましょう。朝一番6時発の区間急行南栗橋行きに始まり、いろいろな種別が入り乱れていますね。首都圏私鉄最北端の IC 簡易改札機をピピッとして駅に入りましょう。都内まで戻るには明らかに残高が足りないので後でチャージします。さらに北に伸びる会津鉄道、野岩鉄道から直通してやってきたのはお目当て、6050型。ちょっとレアなリバイバルカラーの編成ですね。この塗装は東武日光線の開業が2019年、90周年を迎えたのがきっかけです。その色にはかつての東武日光線を支えた6000系に用いられた、ロイヤルベージュ、ロイヤルマルーン、が使われています。この6050型はその6000系を更新した時にできた新形式です。ざっくり言うと6050型は6000系の生まれ変わりです。車内は2ドアボックスシート。ドア付近だけはロングシートです。2ドアボックスだけでも破格の設備なのに、この座席が通ってもふっかふかです。そこらの特急の座席よりも快適かもしれないです。グランクラスの座席、これにしませんか？急行列車らしくトイレも備わっています。内装は211系や115系を彷彿とさせる和式。水はペダルを踏んで流すタイプです。本日はこの列車を下今駅という、日光駅の東に位置する駅まで乗ります。この列車の行き先は東武日光駅なのですが、終点まで乗ると2駅ほど折り返すことになるので、その行き先は車両の端っこに表示されています。珍しいタイプ。6050型の運行区間が広かった頃、連結した車両が途中駅で分かれる運用もあったのですが、乗り間違いを防ぐときに大いに役に立ったことと思います。なおドア上に車内表示器はありません。新藤原発車。ここから鬼怒川公園、鬼怒川温泉の順に泊まっていきます。列車は東武鬼怒川線を南へと進んでいきます。そうだ。東武鬼怒川線について説明しておきましょう。東武鬼怒川線は下今駅と新藤原を結ぶ 16.2 キロの路線です。東武がこの路線を経営する1943年以前は、下野電気鉄道がこの路線を管理していました。今では東武ワールドスクエアや鬼怒川温泉など、有名観光地を通っていく路線です。この東武鬼怒川線には、190キロ近く走るロングラン特急、会津、スペーシア車両などが使われる、鬼怒、など、浅草方面からの特急も頻繁に直通しに来ます。鬼怒川地区のフリー切符も東武から出されており、結構力の入っている路線です。なお路線は栃木県日光市内完結です。というか日光市がデカすぎる。およそ1450平方キロメートルと、栃木県の4分の1弱を占め、日本3位の市の面積ですからね。列車はしばらくの間鬼怒川に沿って、霧降高原の東側を進んでいきます。山々の間を縫って線路が伸びている路線なので、カーブが多く、その分速度も出にくいです。ですが、車窓はさすが綺麗です。日光市の山々、2ドアボックスシートなどは思いっきり旅情をかき立てられますね。ですが、このボックスシートも、東武線内では乗り納めになるかもしれません。その理由はもちろんダイヤ改正。
2017年にはこの6050型は、浅草へ乗り入れる運用が、快速、などの種別ともども消え、6050型は埼玉北部、南栗橋までの運用に限定されてしまいました。それから5年後の2022年、東武が6050型に関わりそうなダイヤ改正を発表しました。内容は、ワンマン運転の拡大。東武日光線の一部と東武宇都宮線のみで行われていたワンマン運転ですが、ダイヤ改正後は南栗橋以北の日光線、鬼怒川線全線に広がります。ところで東武には北関東でワンマン運転をやっている車両がいるんですよ。かつて日比谷線に直通していた2万系を改造し、4両ワンマン化に対応させた2万400系っていう車両なんですけど。で、それが運行範囲を広めて、6050型をバンバン置き換えるのではという噂が立っています。2ドア、ボックス、トイレありから3ドア、ロング、トイレなしの車両になる点で、2万400系も悪くない車両なんですけど、鉄道ファンの目の敵にされちゃってます。なお原則として新藤原で系統分離。つまり東武から野岩鉄道への直通は行われなくなります。一方、なんとか6050型が残りそうな野岩鉄道も野岩鉄道で、6050型の存続に関わりそうなダイヤ改正が、ダイヤ改正で野岩鉄道の本数が減便されるんですが、上下計34本から計20本へ大減便されることになりました。もちろん6050型の運用自体も減るかと。で、会津鉄道なんですが、東武のワンマン化を受け、6050型の運行がなくなります。以降同区間は機動車での運行になるそうです。まあいろいろダイヤ改正について述べましたが、何が言いたいかと言いますと、6050型がヤバい。ってことです。こんな字幕ゲーミングさせていいのでしょうか。2021年3月12日以降は、野岩鉄道でのんびり乗りに取りに行きましょう。鬼怒川温泉駅には JR 直通列車が来てくれます。かつて NEX として活躍した253系、東武の名車両であるスペーシア100系を使用。 JR と東武を通り、新宿などの都心と鬼怒川を直接結びます。なお鬼怒川ではなく、日光方面へ向かう特急もあります。いつか乗りたい。でも6050型は特急に負けない。テーブルは6050型にもあります。ちっちゃいテーブルの下には折りたたみ式のものが備わっています。開いてみるとこんな感じで、結構広くなります。いやはや、よい、駅弁くらいは置けます。参考までに、日光鶏飯弁当は難なく置けました。パソコンはテーブルの横幅的に厳しいかもしれませんが、ローカル線に乗っている時くらいは仕事なんか忘れて楽しみましょう。テーブルを畳む時は先っぽのボタンを押します。結構強く押さないと畳めません。また、戻るときは一気に戻るので、ちゃんとテーブルを支えてゆっくり下ろしましょう。このテーブルって畳んだら畳んだでまた出したくなりますよね。窓はカーテンではなくブラインド式。これは6000系時代からそうっぽいです。時代が時代ですので、フリーストップ式ではありません。インテリア以外には、急勾配、寒冷地区間での走行を安定させるという目的で、抑速ブレーキ、抑圧ブレーキと砂巻き装置が備わっています。野岩鉄道開業に伴って作られた車両というだけあり、充実していますね。だからこそ追いやられるのが惜しまれる。鬼怒川温泉駅に到着。スペーシアを見送ります。特急多めの単線だからなのでしょうか。ここで11分ほど止まります。撮影タイムと言われれば撮影タイムなのですが、ずっと座ってました。ところでこの座席のシートピッチですが、1525ミリほど確保されています。参考までに、E231系のシートピッチは1500ミリです。シートピッチと座席下のヒーターも相まって足は伸ばせないのですが、ふかふか座席のおかげで居住性はかなり高いです。だからまあ、ずーっと座っていたくなりますよね。列車は引き続き鬼怒川線を南下していきます。次は東武ワールドスクエア駅。東武ワールドスクエア駅は2017年7月22日に開業した、東武鬼怒川線内で一番新しい駅です。これは東武ワールドスクエアへの利便性を高めるべく、同施設から歩いて1分、目の前に作られました。それまで小砂駅から8分、650メートルも歩く必要があったのですが、東武ワールドスクエア駅の開業により、最寄り駅への所要時間がなんと8分の1になったということになります。8分くらい歩け？私もそう思います。まあとにかく、東武売りの観光スポットへの利便性は確かに向上しました。なお東武ワールドスクエアには数年ほど前に行ったことがあるのですが、普通に良い観光スポットなので、ぜひ寄ってみることをお勧めします。また25分の1スケールにされた26メートルのスカイツリーとかみたいですね。走行しているうちに列車は東武ワールドスクエア駅に到着。
一面一線の観光地向け新駅は、足利フラワーパーク駅を彷彿とさせますね。それはそうと、夕日で新駅に影を作るひし形パンタグラフがエモいです。さて次の停車駅は小砂越。前述の通り駅間が狭いため、すぐ着きます。なお特急リバテの一部は、東武鬼怒川線内を各駅停車で進みます。もちろん東武ワールドスクエア駅と小砂越駅の両方にも停車。発車してすぐに接近案内が流れます。特急でも鬼怒川線内ではゆっくり進むことだって、あるんです。ただ、これはダイヤ改正に伴う停車駅調整で、消えるかもしれません。リバテはダイヤ改正以降、小砂越含む3駅を通過します。でもその分早くなります。せっかく特急の話題に移れたので鬼怒川線内での特急の扱いにも触れておきます。現状、特急リバテは下今市以北で乗る際、特急券不要、乗車券のみで乗れるのですが、ダイヤ改正後はこの制度の適用範囲が鬼怒川温泉以北へと短縮されます。もし該当区間をまたいで利用する場合は乗車する全区間の特急券が必要になるので、これまで鬼怒川鬼は扱いしていた人は巡回する際に気をつけましょう。ただ、それでも鬼怒川温泉以北では特急にただ乗りできるので、相変わらずお得な区間なのではと思います。走行しているうちに列車は、もう特急が止まらなくなる小砂越に到着。6050型も止まらなくなり、2400型がボコスカやってくるようになるのでしょうか。それはそれで見てみたいですね。小砂越の次の停車駅は新高徳。ここから名前に、鬼怒、などではなく、日光、を冠する施設が多くなってきます。この新高徳、もともとは、東武矢板線、という路線が接続していた駅です。新高徳と宇都宮線の矢板を結ぶ路線でした。こちらの開業元も下野電気鉄道、1929年に全線開業し、鬼怒川線と同じく、1943年に東武のものになりました。沿線の林業や工業などの成果を輸送するのが、矢板線の主な仕事でした。SL による運行から、長いこと、ポッポ汽車、という愛称で親しまれてきましたが、運行区間がローカル線であったがゆえに近代化は進まず、1959年廃止。それからほどなくして SL 自体の運行も終了。それ以来50年近く、東武鉄道は SL による運行を行ってきませんでした。ですが東武鉄道は SL 体重として、SL を復活させるに至りました。その運行区間は大体鬼怒川線内、矢板線を彷彿とさせる区間です。廃線が残していった足跡が大きなプロジェクトへ発展していく。って考えると、なんだか壮大なストーリーを感じますね。新高徳を出るとすぐに S 字カーブ。その途中で有名河川、鬼怒川を渡ります。不思議な河川名、鬼怒川。名前の由来には様々な説があります。この地域に土地狂った鬼が生息していたという説は存在しません。鬼怒川の水源である鬼怒沼は栃木、群馬の県境にあるんですが、その要件は鬼怒の国と呼ばれていたんです。両毛線の由来に関わる地域。それで、その地域では鬼怒川は当時鬼怒川と呼ばれていました。ですが方言による発音により、鬼怒川は、鬼怒川と呼ばれるようになったという説もあります。また、鬼怒の産地であることから、鬼怒、または衣の字が当てられた、という説も。字に関しては、川の氾濫頻度から、川を鬼になぞらえる形で、鬼怒川、と名付けられたという説もあります。いずれにせよ、この川の名称の由来は様々な説があります。真実は神のみぞ知る、なお暴れ川であった鬼怒川に橋を架ける苦労がゆえか、縁起担ぎの一環で、高徳という地名に、新、をつけて、新高徳としてその駅が名付けられたとされています。そのため、新高徳駅はあるのに、高徳駅はどこにも存在しないという、面白いことが起きています。大桑に到着し、次はダイヤ向こう。会津西街道という、この辺で主要だった会津五街道のうちの一つが通っています。江戸時代はこの地域はこの街道をベースに、宿場町などとして栄えていきました。今ですか？まあそれはそれとして、大桑は養蚕が盛んだったのですが、蚕は大量の桑を食らう。というところからその地名、駅名が付けられました。なお今でも会津西街道の遺構は残っており、今でも日光杉並木街道としてその色濃い雰囲気が残っています。全長37キロとギネス認定の長さを誇るので、通ったら日光パワーか何かを浴びることができそうですね。乗ってて思ったのですが、案外小学生くらいの利用客もいるんですね。
さらに意外だったことに、その中では1駅利用のことが多いんですね。観光色だけじゃなく、結構通学などの色も強いんだなぁというのがわかります。日光方面から流れて鬼怒川に注ぐ、ダイヤ川をゆっくり渡りまして、次は下今市。位置的には JR 宇都宮線、蒲須坂駅の23キロほど西に位置する駅です。なおこの駅の名前は、日光の寺の影響で定期的に市が開かれたことに由来します。地理的に今市な位置にあるとかだからではありません。でも実際今市な位置に、下今市は東武日光線の東武日光方面、新栃木、南栗橋方面に乗り換えられます。この列車みたいに東武日光に直接向かう普通列車も結構ありますが、すでに東武日光線はワンマン対応の2万400型が結構な割合を占めているので、おそらくこの辺で6050型の旅はおしまいでしょうか。下今駅停車、降りましょう。というわけで本日は6050型を東武鬼怒川線で味わおうという動画でした。6050型は廃車もすでにじわじわ始まっており、存続が危ぶまれる車両なので、もし今後野岩鉄道などに乗る際にはノスタルジックを楽しんでみてください。それではここまでのご視聴、ありがとうございました。どこをどう見ても2万400型ではない車両が止まってますね。区間急行南栗橋行きも6050型じゃないですか。でめっちゃゴースト出てますね。ちょっと予想外の収穫。というわけでもう少し動画は続きます。もっとすごいのが、リバイバルカラーとオリジナルカラーの並結。すごい。もちろんこの車両にも古き良きにドアボックスシートが備わっています。というわけで東武日光線、区間急行南栗橋行き発車。次は明神です。ちくわ大明神。下今駅からの停車駅は、明神、下五城、板賀、北鹿沼、新鹿沼、もみ山、にれぎ、東武金崎、家中、合戦場、新栃木、栃木、新大平下、板倉東洋大前、栗橋、南栗橋です。駅を飛ばし始めるのは栃木県のかなり南部から、というあたりが、区間急行らしい性格してますね。次のダイヤ改正で消滅するようですが、一方区間がつかない方の、急行、は、栃木県内でもバンバン飛ばします。そちらも上りはこれまたダイヤ改正で消滅するようですが、ちょっとモケットについて解説入れます。この6050型のモケットは赤色なんですが、先ほど乗ったものは金茶色です。このモケットの色もまた仙台6000型の踏襲。内装までレトロなリバイバルが施されるところに、なんだか愛を感じます。いつか6050型もリバイバルされる側に立つのでしょうか。誰ですか、6050型をリバイバルするにも、まだふさわしい車両いなくね？って言った人。そういえば6050型のオリジナル塗装についてのカラーリングを言い忘れていました。使われている色はパープルルビーレッドと、サニーコーラルオレンジの2色。この色はスペーシアにも引き継がれていますね。今でこそ様々な塗装バリエーションが存在しますが、スペーシアといえばこの色、なイメージです。さて、東武宇都宮線と合流する新栃木を発車し、次の停車駅は羊毛線でおなじみ栃木。もはやすれ違う車両は2万400型という後輩ばかりです。羊毛線に乗る際も、2万400型によくお目にかかるのではないでしょうか。後輩2万400型といっても、世代的には JR205 系みたいなものですが、列車は轟音と夕日に包まれながら利根川を渡っていきます。東武鬼怒川線とは違った迫力あるモーター音も、また味わい深いものです。結構安定して時速90キロを出しているあたり、浅草などから追い出された今でもなお、まだまだ若造には負けないぞという、強い意志をどことなく感じます。東急2020系など最新鋭の車両が止まる横を通過し、間もなく南栗橋、6050型が定期運用で入れる現状最南端の駅。今度こそ6050型の旅はおしまいです。以降の日光線は地下鉄線に直通するようなモダンな車両ばかりになります。ところで、東武日光線自体はまだ東武動物公園駅まで続きますが、南栗橋をまたいで運行する普通列車は現状存在せず、乗り換え必須です。そういうわけで、今では東武日光線の関所らしい役割を担っている、駅です。また江戸時代にも栗橋は日光道中の関所として活躍しました。時代を超えて日光の関所になっている、そんな地域です。まあ JR だったら本当に難なく座ったままスルーできるんですけど。1時間半弱の乗車を終え、南栗橋に到着。関所に佇む2ドアボックスシートは、古の急行列車を彷彿とさせます。はい。以上、6050型を楽しむ動画でした。本当に座席が快適なので、機
会があればぜひ満喫してみてください。というわけで本日はここまで。ご視聴ありがとうございました。あ、次回私の立ち絵が少しリニューアルされるそうです。